実況を聞いててサガンとスウェービスをウェービスっていう新外国人だと思ったタサポ、私以外にも100人中74人くらいいると思う。ホップステップチャンネル登録。ダメだ、フットボールです。怖がらない、惜しまない、守備も攻撃も自分たちから仕掛けていく、そうすれば勝つ。以上、今日の話はおしまい。これで全部真理ってのは冗談なんだけど、まずは得点経過、その他11分コーナーキックのこぼれをヤンが競って残っていた木本へ、角度のないところから鋭いボレー、バー内側を叩いてゴール、東京先生1対0、結果これが決勝点勝利。今季2試合目のクリーンシート、毎試合失点する中での0-0勝利が持つ意味は格別と思うんですが、2点目があるに越したことはなかった。となると幻の2点目について、これがオフサイドかどうかは実際田原積田がオフサイドかもしれないし、あの田原の追い込みが長沼とキーパーのミスを誘ったんだから関与を取られても仕方ないと思います。で、問題は VAR の運用ですよね。私、競技規則とか正直あんまり興味ないんで、無責任かまがまの認識はままあるんですけど、あの場面選手主審がオフサイド判断できず、 VAR 側から主審に判断を仰ぐのがどうなのかとか、そもそも VAR 側はオフサイド確信してて、あとは関与の部分だけオンフィールドレビューにしたのか、判定の説明がないからこの話をぐるぐるしても不毛な気がするけど、ただ毎試合どこかでこういったジャッジの問題が起きてるのだから、審判委員会が前説とは言わずとも様々な判例をどういったプロセスでジャッジされたのか、ファンに説明する取り組みっていうのがあればいいのに。これ誤審を取材しろって趣旨ではなく、なんならあまりにも都合の悪いものはスルーしたとしても、正当性のあるジャッジを説明周知していくことがジャッジレベルの向上や審判自身へのリスペクトにもつながると思います。あと 100% 偏見かもなんだけど、最近 VR に頼りついてるのか、審判のレベル落ちてきた気がしませんか。オフサイドなんかは特にオフサイドデレイがあるから流しとこっていう感じない？明らかなオフサイドで止めない先進ばっかで、今の規則上止めていいのか止められないのか詳しい人教えてください。あと審判絡みで言うとファール、そこも VAR やオンフィールドレビューの運用のブレを少なくしてほしい。今節はちゃんとイエロー出してくれたものの、マルセル・ヒアンは良くないね。実力ある選手と思うけど、ところどころ荒さ汚さがある。で、注意されて何なんこの表情、レアンドロみたいな顔しやがって。で、まああんまヒアンのこと悪く言うと、こっちも旗色まずくなるので、よしとしておきましょう。さて、この試合のポイント、ピーターのサッカーはやっぱり今日の組み合わせどうだの出たとこサッカーなんじゃないかという認識がすっかりついてしまったので、戦術的にどう良かったかっていうとこの話しづらさはあるんですが、とりあえず近頃不満に思ってたキックオフからの引き気味リトリート守備が昨日は全く見られなかったのよし。これはほんと冒頭で言った怖がらない、惜しまない、守備も攻撃も自分たちから仕掛けていく、荒木松木の前線2人はもちろん、どこのポジションも相手を見すぎない先手の守備、たとえ荒木松木がマイプレスをかけてそれでサイドに逃げられても、田原だったり中川が行く、でそこからさらに空いてるところに出せば次の選手、縦にボールが来ればサイドバックが、中ならヤンや小泉まで、ちゃんと最初のマイプレから守備が連動していく。これには惜しまず出し切る気持ちが必要。こういう気持ちならプレーも前のめりになって、前のめりにプレーしてる選手の前にはボールがこぼれてくるっていうのはサッカーの常ですよね。そしてもちろん私たちもそういう姿勢のチームは応援できる。そんなこの日のチームが生き生きしてる、いい感触を持ってゲームに入れている、やれそうだぞってのは試合のド序盤、流れの中での選手の並びから感じました。こちら2分基本ポジションって何なのっていう仕掛けの配置、荒木が右でボール保持、ここから仕掛けっていう場面、中川は内に入って、大外はボランチの小泉が上がって、最前線にはカシーフがいる。次すぐ後の4分には今度は松木が右に開いて、荒木は中で低めに位置取る、中川と田原隅田が2トップのフォワード的なポジションに入って右サイド高めから仕掛ける準備は安西がやっている。こういった変幻自在のポジショニング、これが出るならその日のチームは良くないわけがない。
久々に良いユニットの特色がピッチ全体にあって、田原カシーフ、松木荒木、ヤンコイズミ、みんなプレースペースの取り合いが自然で、特にこの試合では松木荒木に中川が参加、3人での流動的な役割交換は新しい要素。しかもこの3人が全員守備の勘どころを抑えているから、誰が低め中央に来たってヤン小泉のニットにはそこにプラス1の広がりが生まれてくる。そして人の動きを見てプレーできる安西はどこの位置でも気を利かせられる。この突戦では攻撃でも自分たちから時に大胆な位置取りで仕掛けを起こしていて、基本ポジションから逸脱するのを怖がらない。それを成立させるための献身や思考を惜しまない。先に話した守備の部分も合わせて、こういうのがやはり新しい東京のサッカー。国立で浦和や鹿島に勝ったスタイルの続きが昨日のゲームだったんじゃないかって思った次第です。ナイス勝利でした。採点いきましょう。ゴールキーパー野田大志ブランドン 7.0、 マンオブザマッチ木本と迷いに迷ってマンオブザマッチ、勝算に値するチームを救うセーブが3つはありました。ディフェンスセンターバックエンリケトレビザン 6.5、 対人の強さ、今のエンリケは絶好調に近い。幻のゴールにつながったフィードもあれを出せたことを評価。センターバック木本 7.0、 チームを勝利させたスーパーゴール。守備でも安西との連携丸、右サイドに穴を作らず。左サイドバックバングー流れてカシーフ 6.0、 コーナーキックの精度アベレージ上がってきてると思います。守備ではエンリケ、攻撃ではタワルとの連携はいつも通り役割分担ができている。右サイドバック安西 6.0、 ポジションを選ばず間違いが少ない。チームのベースが好調の時さらにバフをかけられるようなプレイヤー。ミッドフィルダーボランチ小泉 6.0、 チーム全体が強気で前目で追いかけ回したり広いスペースを埋められる状況でこそ小泉の運動量は効果を発揮すると感じた。ボランチ高 6.5、同じく広く動けてこそ展開力、バランス感覚がより生きる。体を張ってヘディングアシストも記録。右サイドハーフ中川 6.0、 タッチ数は多くなかったが関与したプレー攻守ともに有効度が高い。左サイドハーフ田原澄田 6.0、 相変わらずシュートが決まらないが相手を押し込め怖さを与えることには成功していた。オフェンシブハーフ松木玖生 6.5、クリューも相変わらずシュートが決まらない。ゴール取り消しも不運。それ以外はほぼほぼ完璧でした。センターフォワード荒木亮太郎 6.5。この試合は献身性を評価。チームのために尽くした感あり。強さの松木と技術の荒木っていうコントラスト。このコンビが今の東京を象徴していると思う。控え選手、サイドバック中村穂高 6.0。復帰即、穂高らしいエネルギッシュな様子が見られた。穂高が古谷の兄貴より決まってる説、もう否定できない。サイドハーフジャジャシルバ 4.5、 交代して4タッチしかしてないってま。センターフォワードディーゴ・リベーラ 5.5、 終盤なので互いにルーズになりつつあったものの、やはり前線守備の優さが不安。決定機はあったが攻撃面よりそちらの印象が良くない。88分出場の徳本と原川は採点なしです。まとめ、これで去年から鳥栖に3連勝。ピーターになって今年、アウェー鳥栖で9年ぶり、アウェー札幌で12年ぶり、アウェー福岡で24年ぶりの勝利。ジンクス打ち破りまくりだそうです。今思えば、ちょっと私たちタイトル争いにほんの一瞬手がかかりそうだったせいで、前節頑張り負けて落ち込みすぎたかも。なので、ひとまず大目標は置いといて、地に足をつけて謙虚に一戦一戦を勝っていきましょう。やれることをやる。ってわけで決めた目標再設定。今年は10月のホームでも勝って、これまで苦手だったトスをボコボコにします。っていうか福岡、湘南、あと札幌もだ。みんなボコボコだぞ。おそらく上位争いっていうのは三重師プラスフクロウに積年の返礼をしたその先にあるんじゃないかしら。いつまでもがっかりはしてられない。きついから再起した私は復讐の波動に目覚めたダーククホインだ。というわけで次、6月5日水曜日、ルヴァンカッププレーオフラウンド第1節、サンフレッチェ広島戦。湘南や札幌もいいけど、まずはここ。即ない相手だからこそ勝って、またチームの調子を上げていきましょう。そんな感じで今日はここまで。
この試合の感想や発見などなどコメントをお待ちしております。動画が面白かったらチャンネル登録もよろです。それではまた来週、ダメダフットボール小夢でした。バイバイ。